ネバダ州南部のネリス空軍基地、ネリス試験訓練場、及びその他政府管理の土地を示した地図ネリス、試験訓練場は、アメリカ合衆国ネバダ州南部の砂漠地帯に位置する、アメリカ空軍の訓練施設である。ここは、アメリカ合衆国内で最大の訓練施設であり、アメリカ空軍の空軍戦闘センター第98、 演習場航空団により管理されている。ネリス試験訓練場は2001年に名称変更されたもので、以前の名称はネリス空軍射爆場であり、1940年に設置された。ネリス射爆場はアメリカ合衆国エネルギー省のネバダ核実験場に味方から囲んでいる。また、NTTR の管理施設は、 NTTR 南東のラスベガス近くにあるね、リスクー軍基地に置かれている。国立野生場保本国域は完全に砂漠場の中に包含されている。また砂漠場東部の大部分は国立砂漠生物保護区域と重なり合っている。砂漠場内の地形は多くの小さな産地と砂漠地帯から構成されており、孤立した小さな湖も多数見られる。 湖の一つであるグルーム湖は空軍の秘密実験場で一般にはエリア51として知られている地域にある。少なくとも年に1回 NTTR はレッドフラッグ演習が NATO と合同で行われている。NTTR はまたグリーンフラッグ演習の実施場所でもあり、近接航空支援も含む地上部隊との連携演習が行われている。ありがとうございます。